どうも、マイチです。この時期になって、悲痛な叫びが今多々届いております。というのも、タイトルとかサムネイルにもあるかもしれませんが、夏休み終わりましたよね。で、9月に入っておそらく模試だったりとか、テストがあった方が多いと思うんですよ。で、その結果が返ってくるのが、大体この時期、定期テストの場合はまだね、これからの方もいると思うんですけど、夏休み、それなりにね、いろんな紆余曲折があったりとか、ね、こう戦う、気持ちの中でも戦いがあった中で、頑張ったと思うんですよね。けれど、いざテスト結果が返ってきた時に、あれって、伸びてないって。もしくは科目によっては、あれ下がってるんだけど、みたいなことが起こってる方が出てきてます。で、そうするとですね、やっぱり夏休み、自分はいろんな活をね、入れる動画を撮らせてもらいましたけど、いっぱい踏ん張ったと思うんですよ。でずっとさ、絶好調はいられないじゃないですか。もうずっと余裕、OK、いけるいける、みたいな。なかなかないですよね。こう、頑張れる日もあれば頑張れない日もあって、たくさんへこんだり、たくさんね、こう、自分をこう、責めたりしながら、でも一歩ずつ前に進んでって、自分内にある40日ぐらいを戦った。その結果が、これなのかって。あ、そっかって。もうこれは、無理だ。頑張っても意味がないってことなんだなっていうので、やっぱポキって心が折れちゃうんですよね。で、その、メールというか連絡がですね、結構来てまして、で、それが来てたんで、じゃあ今回ね、自分も割と大学受験の時にそのタイプだったですし、うちの生徒でもね、もちろんそういう生徒いっぱいいたので、どういうふうに自分がやったのか、どういうふうに生徒に伝えて生徒が変わっていったのかっていうのを今回の動画でお伝えしたいと思います。すいません、今回はですね、編集を入れずに行きたかったんですけど、最近結構まだ動画オープンにしてないんですが、動画を結構撮ってたりとか、あと講演会とかで喉を使う仕事をですね、結構連続で受けている時なんですよね。そしたら、もともと喉があんまり強くないのもあって、また喉を壊しちゃいまして、咳込むんですよ。で、今ちょうど咳込んでしまったので、動画切ってね、編集ちょっと入ってると思うんですが、極力一本撮りというか編集入れずに今回の動画喋りたいので頑張るんですが、もしかしたらこうカットしたくなくて咳込んだシーンとかが映ってるかもしれないんですけど、そこはちょっとご容赦ください。すいません、見苦しいところあると思うんですけど、よかったら最後までお付き合いいただければと思います。ではですね、いろいろ伝えたいことがあるんですが、みんなね、そのまず心が折れるのは当然だぜっていうのは伝えておきたいです。だって頑張ったんですもん。だ、自分もですね、自分の話をしましょう。大学受験の時に、自分は高校3年上がる前に、専門学校志望から国公立大志望に変えたんですよ。いろいろ事情があってね。で、偏差値が20ぐらい足らなくて。だから、で、予備校とかにも、うち田舎だったし、近くになかったし、で、うちあんま裕福じゃないんで、なかなかね、そう、親にも頼むこともできないし、っていろんな条件があって、自分で勉強してたんです。で、しててさ、死に物食いでやったんですよ。自分の中では夏休みにね、やったんですけど、上がらなくて、で、さっき言ったように科目によっては下がったんですよね。って思うじゃん。40日ぐらいさ、いろんなものを犠牲にしてって言ったらあれですけど、我慢して打ち込んだ結果がこれなのかってなって、やっぱり20上げるって無謀だったんだなって、俺にやっぱ無理だなって、才能がねえんだなとかさ、できない理由って探せばいくらでもありますよね。もうなんかいろんなさ、自分の能力的なところも絶対上げられるし、環境も言えるじゃん。うちは例えば自分の部屋がない方もいると思うんですよ。ね、下の子がもしかしたら ちっちゃい兄弟がいて、それがうるさくてなかなか集中できないって方もいると思うんですよ。で、うちはさ、妹が障害者なので、年は2個しか変わんないんですけど、やっぱりこう騒いじゃうから、なかなかこう、静かな環境で勉強って家では難しかったりするんですよね。で、妹のせいにしたりとか、もうしちゃってた時期もあったりしたんです。で、やっぱできない理由とか、他人のせいとか周りのせいにするのって簡単で、でもそれをやったところで成績なんて1ミリも上がんないじゃないですか。でもいろんな葛藤があった中で、きっかけはね、自分は高校に恩師がいたんで、恩師と話をさせてもらって、もうめちゃめちゃ叱られてね。そう、めちゃめちゃ叱られたんですけど、でもそれで奮起して、そう、何をね、他人のせいにしてもさ、何も変わらないから、自分が変わんなきゃって。で、一番言われて覚えてるのは、結果が出てないだけで、結果が出るまで努力すればいいだけの話だろって言われたんだよね。そう。で、まさしくそうだなと思って。で、今だからこそ、この年になって、いろんな生徒を見てきたからこそ、本当にね、伸びるタイミングって人それぞれ違うのよ。勉強を始めて、すぐね、伸びて、で、伸び続ける方は基本的にいないです。で、ずーっと伸び続ければいないの。で、最初すげー伸びるんだけど、絶対に伸びない時期が出てくる。スランプというか、いくらやっても伸びない。で、ここで、あんな伸びてたのにもう伸びねえよ、無理じゃんって言って諦めてまた落ちる方とか普通にいるからね。
で、あとはなかなか伸びないと、伸びないってなってるんだけども、やっと我慢してブレーンって伸びる方も本当にいる。だから自分は後者だったと思う、今振り返れば。で、今回努力したけど結果が出てない方に関しても基本的に後者の方が圧倒的に多いはずなんです。だからまずこの動画で一番伝えたいのは、伸びなかった、それはね、まあ苦しいよ、苦しいけど伸びるまで努力しなきゃいい、まだここじゃねえんだって、私がこうやって滝登りをするのはまだここじゃなかったって。じゃあ滝登りのタイミングが一日でも早くやってくるように努力しなきゃって。今やめちゃったら今までの努力もったいないぜ。ちょっと言葉が悪いけど無駄になるって。ね、そんなもったいないことはないから、ぜひね、まあ、ここまででさ言われてね、うっせえなって思うこともあると思うんだけれども、ぜひちょっともう一回って奮起してほしいなと思います。だから今回ね、選択肢を挙げたくて、いい。まず今打ちひしがれてる方で、これからもしかしたら、これ今9月の13かなに投稿してると思うんですけど、この時期じゃなくて10月とか、もしかしたら11月とかにも打ちひしがれる瞬間がある方もいると思います。で、たまたまこの動画に出会った方もいると思います。で、そんなあなたに聞きたい、今ね打ちひしがれてるあなたに聞きたい2択です。いいですか？打ちひしがれてる今の状態、いいですか？やる、やらない、どっち、どうするっていうのを自分はよく塾講師の時に生徒に聞いてました。やるの？やらないの？って。いや、そんなんさ、誘導尋問よ。こんなやるって言わせたいんでしょって思うんですよ。言わせたいんだもん、それは言わせたいよ。でもそれが口先だけでもいいと思ってんの、俺は。心の中では思えてない、心の中ではどうせ無理だろうと思っててもいい。それでもどうせね、無理だろうなって思ってたとしても、やるよって口先でも言えたら、俺すげえ拍手だし、すげえかっこいいと思うんだよね。そのこんなに苦しいのに口先だけでは抗ったんだから。だからそのやるって思ったあなたに関しては、その次の選択肢に続けていきたいんだけど、ここでね、結構落とし穴があって、そのさ、結果が出ないと今までやってきた勉強法が間違ってたなって思う方多いと思うんですよ。で、現に改善点はあると思います、きっと。勉強法に完璧なんてないからさ、ないから改善点は俺でもあるし、今俺がやってる勉強法でも毎日思ってるもん、もっと改善点ないかなって。だから改善点はあるんだけれども、でもやり方が全部が全部間違ってたっていうのは実は違うんだよね。結構結果が出ないと勉強スタイルをガラッと変えちゃう方がいます。で、もちろんガラッと変えることによってそれがうまくいく方もいる、いるんだけど、結構確率は低いです。なぜかっていうと、やり方をね、ガラッと変える方って、まあ成功する方は多くは今までのごめんなさい、今までのやり方がなんで悪かったのかっていうのをしっかり分析してるんですよ。分析した上で、あ、もともともダメだ、根本的にあってね、じゃあ方向転換しようっていう方がいるんですね。でもこの勉強法スタイルを変える方に、今分析をせずに、なんとなく、あ、私の勉強法間違ってたんだな、いい勉強法ないかな、カタ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 って調べて、まあ、YouTube なのかね、まあ、サイトなのか本なのか分かんないけど、へえ、こういうのがあるんだ、知らなかった、じゃあやってみようみたいな感じで飛びついちゃう方がいます。そうすると、ここでやってきたことで分析をしてないから、次に活かせないんですよ。うまくいかなかった理由が分析できてないから。だから、そうすると、次でうまくいったとしても、ただのラッキーだよね。てか、ほぼうまくいかない。次も分析しないもん。で、分析しない、失敗した、次、失敗した、次、失敗したって言って、結局、間に合わないんだよね。いい。勉強法っていうのは、もちろん、誰かが喋ったことが完全フィットするっていうのもあるかもしれない。でも基本的には自分でアレンジをしなきゃ。人が喋ってたものとか、まあ、今まで自分がやってたものでも構わないんだけど、それを徐々にちょっとずつ改善していくイメージ。だからぜひ、今までの勉強法をもう一回振り返った時に、その何かね、何か改善点はないかな、何がいけなかったのかなって。まあ、もしかしたらね、ずっと歌を聴きながら勉強してた方もいると思う。あ、これはね、まあ合うはね、あると思うんだけど、俺は特に歌詞がある曲、まあ、J-POP とかね、を聴きながらの勉強は絶対やめた方がいいと思ってます。効率が悪すぎる。定着率が下がるから、記憶に。だから、でもずっとそれをやってた方もいるかもしれん。だ、それは改善した方がいいかもしれないよね。だ、そのポイントポイントはみんなによって違うと思うんだけども、ぜひ勉強法変えなきゃってもし思ってる方がいたら、その前に自分がやってきたことの改善点はないかな。で、もう一個言うと、良かったところ、改善する必要がないところ、改善しなきゃいけないところっていうのをピックアップしてごらん。そうすると、さらに自分に合った勉強法にアレンジすることができるので、ぜひやってみてください。で、最後です。最後に、おっと、ビデオの容量がなくなっちゃった。最後に伝えたいことはですね、
これからみんなが勉強法が自分に合ってるかどうかっていうチェックに関しては、基本的にその日に勉強したものが翌日とか数日後にも定着してるか、きっちり定着してるかどうかを基準にしてください。それが全てです。勉強3ページ進みましたじゃないんだよ。3ページのこと、内容を定着しましたの瞬間にレベルが上がってるんだからね。ここの違いをもう一回意識して。いい？ここだよ。で、本当はね、1日ごとになんて話をしたいんだけど、できれば今日13日に投稿してて、こっから1週間、まあ13日に動画見てない方もいると思うんですけど、来週の月曜って確か敬老の日で休みなんですよ。3連休なんですよ。だから、この3連休も含めて、この動画に出会ってから1週間で何を定着させるのかっていうのを計画を立ててください。今日じゃない。1週間です。この1週間で何をできるようにするのかって紙に書き出して、目標を立てて、紙をそれを貼って、机の前に。で、その1週間の目標を達成するために、今日何をすべきなのかっていうのをもう一回考え直してみて、やってみてください。この1週間です。この1週間でできれば次の1週間もできるから。でもこの1週間失敗して、失敗はもういいや、やめたってなったらもう続かなくなっちゃう。いいかい？失敗はいいよ。もし定着率が悪いのはいい。次に活かせるから。でも絶対できるぞって、できる。私ね、今までね、今回夏うまくいかなかったというか結果が出なかったけども、今じゃねえって、最初に喋った滝登りの瞬間はこれからなんだって、もう一回思い直した上で、この1週間で何を定着させるのかっていう意識してやってください。で、それを、次の月曜日、まあ、もし火曜日に動画見てる方がいたら次の火曜日でいいんですけど、1週間後に1週間ね、これをやろうと思ったものをテストする日にしてください。チェックする日。っていうのを作って定着してるかなっていうのを確認しながら、ちゃんと自分がレベルアップしてるぞっていうのを確認しながら前に進む1週間にしてもらえたらと思います。はい、ということで、まあ、ちょっといろいろね、耳が痛いというか嫌な言い方もしたと思うんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。いろんな生徒を見てきて思うんですけど、やっぱり心が折れる瞬間はあります。それは今じゃなくてこれからもあるかもしれない。それは受験だけじゃなくてだよ。受験が終わって進学した先、就職した先でもあるから、あるけども、やっぱり心が折れてどんなに嘆いたって現状は変わらないんだよ。自分のこの足で前に進まないと、前に進んで見える景色を変えないと、自分でやっぱり物事っていうのは変わんないし、見る景色も変わんないし、自分の滑走も変わんないから、だからぜひね、まあ、苦しい時だと思うんですけど、一歩ずつでいいです。うちらは空飛べねえから、ね、空飛んでシューとはいけないから、一歩ずつしか前進めないけれど、その価値ある一歩が自分の道を作っていくので、ぜひこの動画がまず皆さんの一歩になることを願っておりますので、ぜひね、今週も頑張っていきましょう。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週の動画でお会いできたらと思います。それじゃあ1週間頑張ろうね。またね。バイバイ。